最近なんかあのジムちょっと行かせてもらっててパーソナルトレーナー、うんうんうん、でその腰もやったから腰に負担のないやつもやってくれてパーソナルの人、ね、でそれでもちゃんと筋力がつくような、うん、でそれで1ヶ月ぐらい行ったの、うん、残り3ヶ月の調整で腰痛めながらも、はいはいはい、で腰も良くなってきて、うん、で僕3ヶ月でもともと 64.5 ぐらいから始まって60キロになって、うん、で、体脂肪率が24ぐらいあったのが、18ぐらい7ぐらいで 6% ぐらい落として、でウエストが85だったのが74だったんですよ。すごい 11? 11ちょっと脱いで見せてよ。どんくらいの今今、うん、ちょっと見たいよそれ今ね、いや元々のは知ってるでしょ。うん、うん、なんだ俺の腹で。じゃあ俺も持ってるからこんぐらいです。なんとも言えないでしょでも元がすごいから。じゃあ横向いてみ。この時ですね。あ、わ、なんか攻撃めっちゃ出てんじゃん。背中が一番出てる。はい、すごい。ちょ、俺と比べてみよう。それダメよ、お前筋肉質だもん。いいっていいって。お前いい体すぎるんだってなんでこんなことすんのこんなファーストフードしか食べてないのにお前本当に自分の体がいいからだって本当熟しろよ。それこそあの実はさ、うん、俺さあの村上筋トレいうパーソナルトレーナーつけて、うん、あの筋トレしたじゃん。あ、俺じゃあ独学でやってやろうと思って、うん、俺実はちょっとあの筋トレしたの。何してんすかでも結局俺の方がいいねでもお前はさ元がいいから、もともと痩せてるし。俺ももともとダブダブだったから。お前もダブダブじゃないの。いやでもさ、いやもうこの差がすごい。いやパーソナルトレーナーつけてんでしょ。お前はもともとの筋肉の質がいいの、うん、それは言ってそうじゃん。お前もともと水泳やってて、もともと何もしてないのに体だってもうめちゃくちゃいい体だなって言われるやつをちゃんと事実として言って。じゃあ俺は本当にこうしたいがため、こういう構造を作りたいがために俺は筋トレした、ずっと。本当にお前をはめてやろうと思う。性格が悪すぎるよ本当に。